キアカンパニー代表の関根です。未来について考える本としてですね、この元東大総長の小宮山先生の課題先進国日本と、これもこのタイトルからですね惹かれましたね。そうこれ2007年ぐらいに出た本で、僕が読んだのは2010年3月ですので、まあ、東大に入れてもらって大学院に入れてもらって4月から通うって前で、あ、こういう総長さんがいるようなところであればということで、すごく希望を持って読んだ本でもありますね。これはそうなんです。要は日本っていろいろ少子高齢化やら環境問題やらいろいろこう言われてるんですけど、だからこそこれですね、課題のある国が答えを出すと。なんで日本っていうのはその課題の最先端にいるっていうのがですね、この発想がすごく面白くて、まあ、この本のおかげもあってやっぱ地域って課題は結構あるんでですね、まあ、だからこそそれで頭抱えるんじゃなくて、その課題を解決できれば、あるいは解決しようと努力しているプロセスそのものは、もしかしたら他の国にとっても参考になるのかなということ、非常にこうなんかこう希望が広がる本でしたね。であとはその科学者のあり方とか、まあ、いろんなこともあってですね、こう読んでるとすごく面白い本です。課題先進国日本。それでは